はい、どうも百鬼にです。今回ダイソーに行ってきました。今日気になった商品こちらになります。ミニ加湿器車用。はい、今ね、やっぱ冬の季節になって、加湿器の方が結構ダイソーさんかなりの数ね、いろんな種類、電気がいる、いらない、様々な加湿器の方を販売されてるんですけども、こっちがね、ちょっと小さいタイプで、車で使う用みたいな、こういう、写真にもあるように、このカップホルダーに入るサイズ、この、小さいサイズの加湿器が売ってたので、ちょっと買ってみました。カラーは、ここのね、上のカップの部分っていうんですかね。紺と黒があって。この窓からね、色は確認できるんですけど、一応ここチェックが入ってたので、今回この黒を買ってきた形になります。機能としたら、水の残量を検知して自動停止機能付きっていう。で、ライトが付く。で、給水芯リフィル付き。で、ケーブルが付属してて、80センチ。はい、連続使用時間4時間ということですね。こちらもダイソーさんの商品になりまして、いつものね、加湿器、全部ほとんど共通なんですが、もう水道水以外は使用しないでくださいということで、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウム、ミネラルウォーターやアロマオイルは使用できません。このね、基本的にこの芯がついてるタイプはアロマオイル使えないものになるみたいなので、あとは使用が、電圧 DC5V、電流 400mA、消費電力 2W、タンク容量約 260ml、噴霧量が1時間あたり約20から40、連続使用時間や、4時間ですね。水がなくなり次第自動停止します。保存温度、マイナス10度から70度。使用温度は、0度から40度という形のようです。価格はね、税込み550円。もうこれ結構昔から売ってる商品なので、もう見たことあるよって人も多数いると思うんですけど、あまり車でね、使うことを想定してなかったんで、こちら前から見かけ、知ってはいたんですけど、車用っていうことでね、買わなかったんですけどね。ちょっと最近ね、車の中もちょっと乾燥気味になってることが多くてですね、ちょっと加湿したいなっていう時が時々あるんで、そういう時用に車にも一つ積んでおこうかなと思って、今回買ってきました。機能としてはね、こっちもありますけど、室内でも使えて、超音波加湿方式、USB の電源タイプっていうことなんで、普通の加湿器、ね、普段売ってるダイソーさんの加湿器と、機能としては変わらないかなと思います。噴霧量とかね、いろんなものを含めて。あとは外観とかね、ちょっとそのあたり確認していきたいなと思います。じゃあ、早速開けていきます。百鬼に。中はもう、付属というか、予備の給水芯ですね、一つ。で、あと、マイクロ B の、USB のケーブルが、これが80センチぐらいのケーブルが付いてる。で、あと、説明書と本体ですね。で、ここにね、ケーブル挿すところがありますので、はい、あとはもう、シンプルなコップという感じのデザインになりますか。ここがスイッチで、噴霧がここからされるという形ですね。もう本当カップ、こういうカップ型なので、はい、ドリンクホルダーに、スポッと、はまるかなという形に、形状的にはなってますね。はい。で、こっちが半透明かな？どっちかっていうと。で、上が黒になってるので、デザインもシンプルですしね。車に積んでても、違和感のないデザインじゃないかなと思います。で、ここをパカッと開けると、こう中がね、こうなってて、もう普通に下のタンクの部分、こちらはもう水を入れるだけの状態ですね。使うときだけね、これ、加湿器、ダイソーさんで売ってるのも全部共通にはなると思うんですけど、使う時に水入れて、使い終わったらもう水は全部抜く。うん。で、この、ここにもね、芯1本入ってますけど、この芯と、このケース、全体的にもう使わない時はすぐ乾燥させるようにした方がいいです。注意書きにもあるんですけど、雑菌が繁殖するっていうのもあるし、前に一回ね、初めて買った時、あんま考えてなくて、水をちょっとね、しばらく入れたままでね、放置してたら、もう、サビはすごいし、ね、カビも生えてきそうな、はい、そんなぐらいね、もうちょっと、ダメになった経験がありますので、ご注意ください。はい、で、タンクですけど、これをね、今見る限り、
その水をねどこまで入れるとかそういうね線はない感じですね。まあ、なので、まあ、ちょっとね水も入れてみましょう。まあちょっとね適当なところで多分満水入れてもね問題はなさそうですね。この形状からしてね、あのセンサーもここまでありますし、ね、こんだけついてて、はい、であのこの給水芯ね、あの取り替えここ抜くだけですね。こうやって引き抜くだけ、はい、引き抜くだけですね。でこれいつもあのこのタイプ全部そうなんですけど、一度こうやって水にねつけておく。で、まあまあ、本当はね、両方ともつけた方がいいですね。あの、湿った状態にすると、すぐに加湿が始まりますので、こうやってね。はい。まあ、これでセットして、あと置いておけば、一応使える状態かな。溝がありますね。だから、カチッと、合う溝のところで、はめ込んで、あと、クッと、時計回りにね、ひねってやれば、ロックかかります。はい、じゃあ、こっち線もね接続しますね。よいしょ。まあこれで今使える状態になりました。なんかこのケーブルはね、車で使う時なので、まあ、車用にシガーソケットに取り付ける USB の、まあ、ソケット、そんなのを車に用意しておけば、こちらに電源の方もね供給できますので問題ないかなと思います。であとはあ、そうですね。これ後ろがね、白だとね、わからないんで。はい。ちょっとまた後ろにね、黒い紙を置いておきます。じゃあ、使い方。もうこれ簡単です。後ろにも書いてあるんですけど、一回押せば加湿がされて、まあ、ここ押すだけで加湿始まります。いきますね。押します。こういうかな感じの、まあ、超音波式の加湿器になるということですね。これもう一回押すと止まります。もうこれは加湿をするかしないか、オンオフしかないですね。まあすごくシンプルなデザインになってるかなと思いますし、で、これね、ライトもつくらしいんですね。そういや、どこがライトつくんですかね。これ長押ししたらライトがつく。ライトのオンが長押しです。おぉ。ちょっと思ったとこと違いましたね。ここのね、カップにライトがつくとはちょっと頭想像してなかったので、ちょっと一回切りますね。ちょっと開けてみましょうか。どうも、ここのね、中がつくみたいですね。ちょっとこの状態でライトつけてみましょうか。そうすると、このね、2箇所、この中に LED のライトがついてるみたいで、これがまあ中にね、投影されるというか、カップ全体がまあ半透明な形なので、ライトがつく。だからこれ暗闇で使うとどうなんですかね。ちょっとやってみましょうか。部屋暗くしたので、ライトつけてみます。あ、こんな感じでね、まあちょっとね今これ補正また入ってるな。こんな感じでねちょっとぼんやりした感じのライトがつきます。どうかな。ちょっとねもうちょっと暖色系な色合いですね。そうですね。なかなか本当間接照明的な使い方もできるかなと思いますんで、まあ車でね、ライト使うって、なかなかまあ車に乗ってる時にこのライト必要性は少ないかなと思うんですよ。運転中とかにね、光らせるのは。でもこれ室内でね、このまま置いてても、シンプルなデザインなんで、ちょっとした枕元の間接照明的な使い方もできそうな。そんな明かりになってますね。加湿器、こういうライトがつくの多いんですけど、まあグラデーションしたりいろいろありますけど、これシンプルに照明的な使い方になるので、まあこれはこれでね、車に限らず室内で使うにも悪くない照明じゃないかなと。なんならこのライト機能だけ考えたらね、室内で使う方が使いやすそうな感じです。じゃあ電気つけます。シャッキリ。まあなかなかね、デザイン悪くないなというふうに思います。で、これ高さも一応寸法的には、だいたい14センチですね、高さ。上の方、だいたいね、直径がね、7.2 ぐらい、上がね、あります。はい。で、下の部分が 6.4 ぐらいですかね。寸法としてはそういう感じなんで、まあ、カップ的に、まあ、だんだんね、こう、細くなっていってる。まあ、本当にカップのような形になってます。取り付けのね、
まあこれ今、ここにね、わかりますね。ちょっとポッチというか、印がついてるんですね、ここの上に。で、この下のカップにも、これね、よく触ったら、ここにね、ちょっと見にくいんですけど、ここにもね、印がついてます。ここね。なので、ある程度ここのね、この印と印の合わせてセットする。まあ、取り付け位置としたら、ここが正しい位置になるみたいです。はい、ここと、ここにね、ちっちゃい、見えるかな。ここね、ここに三角の印があって、上にも印があるので、取り付けるときは、この印を目安に、一番近いところにね、このセットすれば、カチッとなった時にちょうど印同士が同じ位置に来ますので、これで合わせてください。今まで紹介した中では一番シンプルで、まあ好きなデザインかなと。個人的にグラデーションのライトとかあんまり好きじゃないんで、これもシンプルに加湿をするのと普通に照明としてね、ライトがつく。はい、その程度なので、個人的にはちょっと気に入りました。デザインとシンプルさが。こちらね、ダイソーさんの加湿器になってまして、ジャンコードこちらになります。はい、こちらもダイソーさんのね、もう今だったらこの冬の季節、加湿器のコーナーが結構出来上がってるとこ多いと思うので、そのあたり、加湿器置いてるコーナーに置いてありましたので、気になる方はそちら探しに行ってみてください。じゃあ今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。